応じて首の周りを光らせます。衝突回避の時は赤、並走の時は白、接近の時は青で光りますので、エポロが置かれた状況と発光色を合わせてご覧ください。またエポロの顔はぶつからないように、そして群れの一員として自分が行くべき方向を向いています。このように広い場所では広がって走行していますが、道幅が狭くなると状況に応じて一定の間隔で一列になってスムーズに通り抜けます。道幅が急に狭くなってもぶつからずにスムーズに移動できる。これはレーザーレンジファインダーというセンサーで壁や相手の位置を感知し衝突を回避しているんです。さて皆さん、正面のモニターをご覧ください。今皆様にご覧いただいている映像はエポロの群れの3番目を走るチョコレート色のエポロが見ている映像、エポロビジョンを映し出しています。エポロたちからはこのように見えるんですね。さあ、エポロたちが戻ってきました。それではここでちょっと意地悪をしてコース上に障害物を置いてみるとどうでしょう。皆さんには見つからないロボットかエポロたちのデモンストレーションをご覧いただいています。今コース上に障害物が置かれました。さてエポロは群れを作って走行していますが、その先頭を走るのはシルバーです。実はこのシルバーは決めた方向に着実に群れを先頭する、そんな正義感あふれるリーダー的な存在なんです。そしてシルバーを先頭にしてエポロたちが戻ってまいりましたが、この障害物を見てどのように走行するんでしょうか。ご覧ください。エポロたちは柔軟に障害物を回避しながら通り抜けます。エポロたちは通信を使って障害物と仲間を区別することができますので、たとえ障害物が動いたとしてもその動きに追従することはありません。さて、先ほどのシルバーについてちょっとご紹介しましたが、皆さん、それぞれのエポロの動きをご覧ください。実はこのエポロたち、それぞれ個性が違うんです。例えば、このグリーン。グリーンは群れの中でも人一倍頂上の動く、バシっこい性格なんです。そしてオレンジは、最後尾からでも群れを見失わないようにひたすらについていくしっかり者なんです。実際に皆さんの運転スタイルがちょっとずつ違うように、エポロたちもそれぞれ性格が違っているんです。面白いですよね。さて、ではこの群れを作って走行するエポロたちを将来の車に置き換えてみましょう。車は先進技術と通信技術によって状況に応じて